リーゼル・フーバーはアメリカ合衆国の女子プロテニス選手。南アフリカ共和国、ダーバン出身で2007年7月にアメリカ合衆国市民権を取得した。ダブルスの得意な選手で WTA ツアーでダブルス53勝を挙げた。自己最高ランキングはシングルス131位、ダブルス1位。フォアハンドストロークを得意とするベースラインプレーヤーである。 帰婚。母親の勧めで5歳からテニスを始め、1993年4月にプロ転校。1998年に全仏オープンと全米オープンで2度シングルスの本戦に出場したが、彼女の4大大会シングルス出場はこの2度だけである。2000年2月19日、コーチのトニー・フーバーと結婚。彼女の旧姓はリーゼルホーンと言ったが、結婚後は、 夫のせいだけを使用して、リーゼル・フーバーと名乗っている。結婚した年は、シドニー・ゴリンの女子ダブルスで、アマンダ・クッツァーとペアを組んだ。2001年9月23日、日本の東京、有明コロシアムで行われた、トヨタ・プリンセス・カップの女子ダブルスでツアー初優勝を達成する。パートナーは、ジンバブレのカーラ・ブラックと組み、第1シードの杉山・アヤンド。 キムクライシテルス組を6から1、6から3で破っての初優勝だった。この後日本のジャパンオープンにも出場し、オーストラリアのレイチェル・マッキランとのペアで優勝した。ここからリーゼル・フーバーはダブルスのスペシャリストとしてのキャリアを開花させる。2002年は女子ダブルスで1勝、2003年は5勝を挙げた。2003年3月末のマイアミと4月第1週の サラソタ大会で2週連続優勝を記録したときは、その2週連続で、朝越忍と宮城奈々の日本ペアを決勝で破ったこともある。マイアミでは、マグダレナ・マレーバとペアを組み、サラソタでは2000年秋からダブルスに復帰したベテランの、マルチナ・ナブラ・チロアと組んで優勝した。2004年のウィンブルドンでは、女子ダブルスの2連覇を目指した、杉山愛をうまくサポートできず、決勝で、 カーラブラックとレネスタブスの組に3から6、6から7のストレートで敗れてしまった。杉山とフーバーの組は、この年の前後オープンはベスト4、全仏オープンは1回戦敗退に終わっている。2005年、リーゼル・フーバーとカーラブラックのペアは、全仏オープンとウィンブルドンの2大会連続で4、大大会ダブルス決勝進出を果たす。前オープンの女子ダブルス決勝では、 ビルヒニアルアノパスクアルパオラス・アレスの強豪ペアに敗れたが、ウィンブルドンの女子ダブルス決勝で、スベトラーナ・クズネツワーアメリ・モレスモグミを6から2、6から1のストレートで破り、前年に杉山とのペアで果たせなかった、ウィンブルドンダブルス優勝を飾った。この偉業により、フーバーは南アフリカの最優秀女子スポーツ選手賞を受賞した。 2007年の全豪オープン女子ダブルスで、フーバーとブラックは、台湾ペアの先鋭前消化用組を6から4、6から7、6から1で破り、4大大会女子ダブルスに勝目を挙げた。ウィンブルドン女子ダブルス決勝でも、2人は、杉山アイカタリナスレボトニック組を3から6、6から3、6から2で破り、当年度の4大大会女子ダブルス年間2冠を、達成している。 2007年7月、フーバーはアメリカ国籍を取得した。11月の女子ツアー年間最終戦、WTA ツアー選手権のダブルスで優勝した後、彼女は初めてダブルスランキング1位を記録した。2008年の北京五輪でリーゼル・フーバーはアメリカ代表選手として女子ダブルスに出場し、リンゼイ・ダベンポートとのコンビで準々決勝に進んだ。 オリンピック終了後、フーバーとブラックは全米オープン女子ダブルス初優勝を達成する。フーバーにとっては初進出の全米決勝で、二人はディサ・レーモンドサマンサ・ストーサー組を6から3、7から6で破った。2010年4月にフーバーとブラックはペアを解消した。その後はベサニー・マテック・サンズや、 ナディアペトロアなど多くの選手とペアを組んだが2011年4月からは、リサ・レーモンドと組むようになる。2011年全米オープンでは決勝に進出し、バニーア・キングヤロスラはシュー・エドワー組を4から6、7から6、7から6で破って優勝し4大大,大会女子ダブルス5勝目を挙げた。混合ダブルスでのフーバーは、これまで2001年ウィンブルドン2005年、 全豪オープン2008年全米オープンと3度の準優勝に止まっていたが2009年の全仏オープンでボブ・ブライアンとペアを組んで初優勝を遂げた決勝戦で2人はマルセロ・メロバニア・キング組と対戦し5から7、7から6で1セットオールになった全仏オープンのダブルスでは混合のみ10ポイント対ブレーク決戦方式で勝敗を決定する この方式では、1セットオールになった時は10点制のタイブレイクを行い、先に10ポイント取った方が勝者になる。フーバーとビーブライアンはタイブレイクを10から7で取り、フーバーは全仏オープンで混合ダブルス初優勝を決めた。2010年全米オープンでもビーブライアンとのペアで決勝に進出し、クベタペシュケアイサムイコールールハククレシグミを6-4。 64で破り2つ目の混合ダブルスタイトルを獲得した。フーバーは2017年に現役引退を発表した。ありがとうございます。